日。辛ラーメンが10倍美味しくなる裏技、に疑問の声。内容はこちら。テレビが、辛ラーメンが10倍美味しくなる裏技を紹介したようです。では、伊藤ちゃん公式さんのツイートより内容を見てみましょう。伊藤ちゃん公式。一人暮らしの時でも、こんな食べ方しませんでした。考えても美味しい食べ方ではないですよね。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。しないです。見てて不快だったわ。お行儀悪いですね、笑い。鍋の蓋で食べるって、ただただ行儀悪い食べ方にしか見えないのですが。次はこちら。これテレビで放送したの。放送事故だよね。これを美味しい食べ方として放送する時点で間違ってますよね。次はこちら。蓋は蓋です。蓋として使うから蓋なのです。考えもしなかった。鍋の蓋。無理。これはしたことがない食べ方。真似しないように。そうですよね。逆に、真似しないように、と注意喚起したくなる映像ですよね。最後はこちら。ね。辛ラーメンが出てきた瞬間、テレビを思わず消してしまって、その後どうなったのか知らないです。見てて気持ち悪くなりました。あの鍋蓋の食べ方なんやねん。ぼかし入れるべき。日本人からすれば、蓋の上で食べるイコール、行儀が悪いですからね。これは、相当なクレームが来たのではないでしょうか。結論。最近のテレビの韓国ゴリ押しには違和感しか感じません。今回の映像なんて逆に衝撃映像ですよね。日本人からすれば不快に思う食べ方を美味しくなる裏技として紹介してしまうとは。ただただ絶句ですよ。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。